そのショットをご覧いただきます。157ヤード8番アイアンでした。綺麗に入りましたね。初日も、ね、根元に落ちるショットで2日目にホールインワンを達成しました。ここから本当予選落ちそうなところからこの3番のホールインワンで4番でバーディー取って予選通過してね、はい、今も15位タイでプレーしてますから ね、 そうですね。非常に大きい一打ですね。このホールインワンがあって2日目72と